いやもう絶対もうすぐ親帰ってくるっていう時に限って動画撮りたくなる。今日全然動画撮ってなかったな。なんかぼーっとしてた。いいねぼーっとすんのね。ここあんま見せちゃいけないんだ。今もちょっとキモいな。キモ左頬。うん、でで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 でドゥルドゥルンドゥこしてー。でもこのスタイルでやっていきたいけど腰が痛かったり調子出なかったりするんだよね。あと鼻水がすごいの。まあこの布団のせいなの。布団がねとんでもないくらいね、ハウスダストレベル5くらい、もうすごいのよこいつらが。いくつも布団持ってるからさ、舞うわ舞うわでエアコンが埃を循環し続けるから、部屋の埃をね。で鼻ここが痛い、ここが痛いだ。できもんがここにできてめっちゃ痛かったけど治ってるけど、ここが痛いってことは今度ここら辺にできもんができんのか、鼻がもっとプクってなるのか。嫌だなマジで。最悪の場合鼻の中にできたらマジシャレにならない、呼吸できなくなるからさ。その時はさすがに病院行こうかな。まあ病院っていうかね、あれを俺はもう病院ほんと行けない人間なんですよ。俺は病院行けません。でも行かないとね。でも絶対ちょっとなんか進行してる病気がなんかやばいリスクを負ってそうなのはあるけどね。腰とかもあるけどさ、もう俺嫌なんだよ病院が。しょうがないよね。俺は病院行ける人間だったんだけどさ、行けなくなったわ。貴重だよ病院に行ける人間って。基本的にみんなやっぱ病院に行かず死んでいくじゃん。俺は病院に行けない人間だから、なんか重い病気になってもさ、病院行けずに死んでくんだよ。やだなぁ、本当に。精神病院なんかマジで行きたくないもん。なんで精神病院ってさ、あれいるんだよなぁ、なんかそういうさ、気違いがさ。気違いっていうか、まあね、それは言っちゃいけないんだけどさ。怖い人いっぱいいるんでしょ、精神病院って、患者で。やだなぁ。なおさら行きたくないわ。今日も筋トレしたけどさ、もう筋トレもよくわかんない。俺タンパク質取りたくないのよ、プロテイン。やっぱ俺プロテイン飲みたくない、あれ本当に嫌だ。あのもう不快なんだよな筋トレっていうかさ、筋肉が好きな人はそれはね頑張れるかもしれないけど、無理だよ俺は。チュッチュルチュッチュルチュッチュルチュルチュッチュルチュッチュルチュルチュッチュルチュ。
今ボキッて言ったの聞こえたかな。痛い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 。お金、お小遣いもらってから、癒やします。で、ドゥドゥルルドゥルドゥンドゥンドゥドゥドゥルルドゥルドゥンドゥドゥドゥルル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 ルドゥ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 。でん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 、なんもねえわマジで。YouTube 人気なのむずいね。やっぱ好き勝手やってるだけじゃ人気なんねえんだな。俺はおもろいんだけどカリスマ性がやっぱないんだよね。カリスマ性ってやっぱツラ結構大事だよね。見た目だのね、声だのだのだの言ってるとね、純一さんみたいだね。純一とか言うのやめろ、慣れ慣れしいから。うん。ああ暇だな暇です。楽しいですね暇だと。嘘です。俺が今やりたいことなんだろうな。やっぱ鬼滅の刃で俺が好きなキャラ赤座だな。うん、破壊殺滅式ってめちゃくちゃもう殺す気壊す気まんまみたいなね。うん、おもろいな。結局よく分かんなかったな赤座のあれも。俺がお年玉 もらえたら漫画いっぱい買います。もうバカみたいに漫画買ってんだよね毎月毎月。支払いの量が凄まじいことになってる。俺そんな使ったっけってくらい使ってるんですよ毎月毎月。引くほど使ってる俺は。なんでだろうな。ってくらいずっと使ってんだよ。もう俺は生活の質が完全に上がった、まあ、生活の質っていうか娯楽品を大量に買ってるんですよ。金持ちだよ俺がやってること。でも本当に最高。漫画いっぱい読めるって幸せだわ。明日は何しようかな。いやまあ五等分の花嫁のネタバレは別にしようともしないともいいんだけどそろそろ年末のさ合併号地獄が来るよ。ジャンプはね合併号をね2つに2週連続合併号っていうね気違いな行動をするんですよ。どれだけの人がそれでさ辛い目に遭うのかっていうかさ、2週連続合併号っていうね鬼畜の所業本当に。まあ、合併号って結局はあれだからね社員の休みみたいなもんでしょ。
働いてるのか分かんないけど、社員休みないでしょ。でもなんか早くも出版社っていうのもなんかもうね、なんか漫画家ありきなのに漫画家にいっぱい働かせちゃうからね。でも編集者ももうなんかもうすごい編集者いないんでしょ結局。ボスにするだけみたいな。すごい人はもういないんだろうね。でもやっぱ小田先生のはあれなんだろうな、なんか感覚をアップデートっていうとなんか落合陽一みたいでなんかうさんくさくなるけどさ、俺うさんくさいと思ってんだけど、あの人はすごいんだろうけど、なんか意識高い系の総本山みたいなのでさ、よくないよね。無理だもん。だってさ、感覚アップデートってやっぱすごいよね。だから流行ってるもの見るってわけでしょ結局は。すごいよな小田先生も、ピーマル様とかさ、ああいうのなんだっけ、あのやばいオタクのなんかやつとかのまんコントとか見てたけど、俺1回目は面白かったんだけどさ、別に面白くないよな、もう今見てもピーマル様なんて見ないし、俺よく見れんな先生って思うけど、すごいな俺見れないよピーマル様。落語好きなのによあの人、でも変ななんかさこだわりを持ってるんだよ俺は、面白におもろ道みたいのでやってるからさ、全然笑えないんだよゆっくり実況とか見ても。でなんかだからなんかそれで俺嫌なんだなって思って、あんまそういうこと言いたくないの俺、これじゃ笑えないんだよ自慢みたいなのしたくないんだけど、なんか俺も最近ポケモンの考察見たけど、すごいカイロスがいじめられてんの、なんでいじめられてるか分かんないのに、カイロスがすっごいいじめられてる、いじめてる人がいてね、なんか面白くはないよねそういう人たち見ても。だからもうガキなんだろうね、ガキの頃おもろかったかもしれないけどさ、別になんだろうね。なんかもうでも漫画ってすごくない、予想を裏切っていくのってほんとすごくない、あれ俺何も考えて読んでないんで、すごいうまく誘導されるんですよ。いててててて、五等分の花嫁14巻で最終巻だってさ。あーそれどういうことよ。でん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 どういうこと、どん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 、適当ですね。あー五等分の花嫁は終わるけど新しいのが始まりますよみたいなことしそうだけどね、マガジンだったら。だってこれからさブームになってくるっていうところでやめさすか普通。時間の流れだね、とうとう来年はね、ね東京オリンピックです。多分ね、もう外国人があふれ返ってね、あの レイプとかもそういうのね、殺人、強盗殺人とかもすごい増えて、最悪の年になると思いますが、だから俺その年はなるべく東京とか付近は行かないようにします。やっぱ文化の違いってあるじゃん、やっぱり。何するかわからない。まあ、日本人もそうだよね。クソなやつはいるけど。でも嫌だなぁ。巻き込まれたくないよな犯罪に。どうしたらいいんだろうね、巻き込まれないためにはさ。なんか嫌だよね。でもやっぱ人を殺したらさ絶対に普通の生活はしちゃいけないと思うんだよね。俺はやっぱり人を殺したらさ釈放しちゃいけないと思うんだよ。人の一人の人生を奪ってるってことを考えたら、その人が楽しい人生を絶対に送っちゃいけないと思うんだよな、やっぱり。やっぱその、なんかね、最近武田鉄矢がペイパルやってるけど、メルペイやってるけどさ、純一さんの動画でも言ったじゃん。まあ、それは何のドラマか分かんないけど、人は人を殺せない、殺
殺さないって言って、でもさすごいいいシーンじゃん、あれちゃんと見ると、でも誰でも良かったって言うけどさ、それについて何か言うのは違うんだけどさ、誰でもいいわけはないんだよね結局は。それについて言及するんだ、いかにその精神病に寛容な社会じゃないけど早期回復な社会になっていくかっていう話だよね。だって基本的に仕事辞めてさね、やっちゃうわけだから、リストラとかでそういうことする人いるじゃん、火つけたりするじゃん。あとさ、明らかにさ、車殴って、車のさ、ガラス殴った人いたじゃん。あれも絶対に精神異常者じゃん。あれ。顔がもう、気違いの顔してるじゃん。悪いこと言っちゃいけないけどさ。普通はしないんだよ。異常者なんだよ。やっぱり。あれもね。だからさ、どう回復する、やっぱ理解っていうか、やっぱ教養のなさじゃないけど、そういうのって大切だよね。精神病とか俺も放置してるから いつどうなるかわからないけど、一応大きな峠が過ぎてもこれからどうなるか俺はわからない、でも人はなるべく殺さないようにしようとは思う。あの京アニを殺したやつだってさ、あいつ絶対にさ統合失調症じゃん。でも統合失調症だから OK っていうのはなしだと思うんだからさ、まあそもそも何も殺してるから死刑は確定なんだけどさ、なやっぱ精神病はしっかり治そうねっていうのなんだろうね。あとやっぱ貧乏だよね、やっぱその絶対なんかさ、もう消費税を一回やめた方がいいよね、税を軽くした方がいいよね。やっぱその貧しさゆえのさ犯罪っていうのはあるじゃん、盗みとかさ万引きとか、絶対そういうのあるから。あとブラック企業もね、あれって誰も得してないらしいのよ。なんかイメージだと上がウッハッハッハみたいなことやってそうだけど、あれ多分それだけならワタミだけじゃん、ワタミくらいしか多分儲かってないのよ。ワタミも儲かってるか分かんないけどさ、気をつけなきゃっていうかさ、もう俺はなんかね、そう辛かった時期はギリギリ踏みとどまったっていうよりは運が良かっただけだと思う。だから犯罪をする人も運が悪いんだよな、やっぱり。親が宗教とか嫌じゃん。だからどれだけ親が宗教じゃない親に生まれてこれたってのは幸せなんだろうね。めんどくさいじゃん宗教とか。でもなんかそのなんかなんとか学会とか、まあ、そういう系のとかもなんかひどいよね。子供は絶対宗教に入れなきゃいけないとか、宗教じゃないよ、それな。多分ビジネスだよね、なんか。よくないなって思うよね。俺もまあ、これから宗教みたいなことやっていくけど、そこまではしない。教養はしないよ。やっぱり。っていうか教養できないしね、そんな絶対やれよとは言えないもん、やっぱり。でみんなが心よくお金を払えるかっていうと、まあみんな小じきだし貧乏だから払えないな。みんな貯金なんか1円もできないようなさ、低所得者噛んで終わった。でもみんな貧乏だから俺も貧乏になっちまうわ。俺もみんなのね金で生きていこうと思うので、広告収益は分かんない。なんか言論の自由みたいなのがなくなったら終わる。やっぱその俺口悪いからさ、すぐ精神異常者とか気違いとか言っちゃうじゃん。収益化になんないしね。なんかツイッターももうエロい絵もうダメなんでしょ。もうツイッターやる意味なくなったら、エロい絵がなくなったらツイッターマジでやる意味ないから、もうアインストールするよ。アカウント消すのめんどくせえからもうやんねえけどさ、本当に規制したら俺は嬉しい、ちょっと嬉しい。なんでかっていうと、もうツイッターは俺やんなくていいんだって。そういうエロいっていうのがなくなる、俺マジでやらないよツイッター。やる意味ないもん、あんなカスサイト。
てか集まってるやつらがその人間の悪い部分が全部そこに出ちゃってるからさ、別に本当はもっといい人なのかもしれない。でツイッターが本性かは分からんが、そのツイッターで見えてる部分って基本的にいいところないし、あのキチガイばっか目立つから、やっぱキチガイって目立つのよ、フェミニストみたいな、あのうるさいフェミニストね、本当のフェミニストじゃなくて、あのキチガイババアどもとか、あの政治家、あの極右とか極左とかね、全員キチガイじゃん、あいつらも本当に。絶対あいつらのせいで俺は政治家、政治っていうのがめんどくさくない。 なんでさ、あのロマンティックババアはさ、あのよくわかんないフェミニストであると同時に安倍は許さないとか、最近なんかそういうのもダメなのもなんか出てるらしいけどね。確かにさ、野党にもいい人はいるんだろうけど、やっぱりさ、いい人一人いたって政治は変わんないから、ね、別にそれでね、安倍さんがなんかどの諸外者がどのこうのって言ってて政権交代してもね、まあ目に見えてはいるよね。別にジジイしかいねえんだもん。まあでもそういう、まあなんか、まあ日本の政治は終わってるよね。やっぱもう ちゃんとした方がいいよ。やっぱ俺たちも政治に関わっていった方がいいよね。民主化で俺たちもしっかり考えようみたいな、政治家に任せてんのがいけないんだよ、国の運営を。で賢い人は政治家やらないからね。だって他に自由でさ、お金が稼げる仕事を探すじゃん。自由だし仕事量少ないしみたいな、ゆくゆくは少なっていくだろうしみたいな、なるからやらないんだよな。もうもう終わり。もうでも別にいいや。だからひろゆきさん出て行ったけど、まあひろゆきさんが出て行ったらいろんな都合で裁判の金めんどくせえから、かんだ言って海外ってめちゃくちゃスリとか多いしね、犯罪とか多いし、日本っていうのは治安はいい方なんだろうね、やっぱりね。これから多分悪くなっても、東京オリンピックを皮切りに、わかんないよ。でもどうなるかわからん、一寸先は闇。治安がいいのっていいな、やっぱり。でも治安の良さなんて分かんないからな。一回でもさ、嫌な事件にあったらもうそれはもう心の治安は良くないからね、やっぱり無理だよね。なんかいろんな人間がいてもいいんだけど、人を傷つけるのはなるべくやめようとか、人にその迷惑にも度合いによるんだよね。その意味のない迷惑はやめようっていう、自分が何かしたいから迷惑をかけちゃう、ごめんねって言いながらいつか借りは返すよって迷惑ならまあまだいいんだけど、マジで意味のない迷惑をするのはやめようぜっていうのは俺いいと思うんだよ。その何かやろうとした時にみんな手伝ってごめんね、迷惑かけてみたいな、俺がこういう仕事してこういう迷惑かけちゃってごめんねならまだわかるかもしれないけど、意味のない迷惑を人にかけるのはやめようと。意味っていうかさ、マイナスしかない迷惑、マイナスしかないっていうか、まあ迷惑は全部マイナスなんだけどさ、迷惑はなるべくかけない方がいいんだけど、何か自分がね、そういうのだったらしょうがないんじゃないかな、ね、意味のない迷惑っていうのはね、いきなり人殴るとかね、みたいな、もう耳がないじゃん。ただ自分のあの暴力欲みたいなさ、暴欲みたいなさ、暴力のね力欲をさ満たそうとしてるだけじゃんね。それは良くないよ、人痛いもん殴られたら。俺多分殴らないと思うんだよな、これから先人殴るの強くないしね。俺がもうね最強のパンチを持っててブーンってね、ボンって吹っ飛ばせるならやるけど、殴ったところでよ、やり返されて嫌じゃん。殴ったらやり返されるじゃんね。え、でよく暴力する人ももうやめた方がいいよな。
でもなんかあんまり言ったらなんか悪いみたいな雰囲気ある。俺、朝倉未来って人だっけ？あの人俺あんま好きじゃないんだよな。だってさ、まあ相手が煽ってるとはいえ、結局弱い者いじめじゃん。なんか弱い者いじめなりわいにしてるって時点で、あんま面白くないよね。だから俺は任してやりたいよ、こういうやつらを。俺は、そのライバルとかじゃなくて、単純になんとなくムカつくやつはいる。朝倉未来ね。朝倉未来だっけ？よくはなんかムカつんだよな。暴力ができるやつ？あんまり良くないけど、暴力ができるやつっていうね、俺の最低でしょ。理解全くないでしょ、ボクシングみたいなのに対する。俺、暴力ができるやつ嫌いなんだよな、ラファエルさんとか。あの人、暴力ができるんですよ。軍人、元軍人だから。ねえ。まあでも、いろんな人が増えてきたよなって感じだけどね。なあ、弱い者いじめなんか、あんま面白くないよね。いくら相手が煽ってるからって言ってもさ。なんかムカつくのはさ、幸福の科学のなんか総帥のなんか息子みたいな人、まあ、あの人もなんかめちゃくちゃ言うじゃん。あの人めちゃくちゃ言う感じのキャラでやってるからさ、嫌だなとは思うよね。なんかね、ミズニャンみたいな、ミズニャンって言葉本当に言いたくなくて、あの人俺すごいね、邪悪な顔してるじゃん。ソワンソワンさん並みに邪悪な顔。男版ソワンソワンじゃん、あれ。顔の邪悪さっていうかさ、よくない笑顔を持ってる人ランキング。男1位ミズニョン。ね、女1位ソワンソワンじゃん。で別にそんなに面白くないからな、ソワンさんは。ブスでもさ、ああ、それはね、女どもが満足するような面白さだろうけどさ、もう超絶度級に面白いみたいなわけじゃないじゃん。YouTube やる女で面白いやつ一人もいないからさ、全部芸人になっちゃうから。YouTube でやっぱり面白いことする女は絶対にいない。男でも本当にいないのに。面白い女一人もいないからね。だってなんかよくわかんないさ、猫なんとかだってさ、文学的なんちゃらかんちゃらとかすごい鼻につくんだよな、ああいうやつら。嫉妬っていうかさ、マジで俺は人気になってね、もう超、でも面白いだけじゃ人気になれないからね、結局。それが悲しいしね。俺の怒りだよね。俺嫌いですよ、ああいう人。嫌いっていうか単純にムカつくだけ。人気になったら俺もうムカつかない。俺は、そういう人たちは、俺が人気になったら多分ムカつかない。まあそういう人もいるよね、で終わる。でも俺は人気になってない中だとそういう奴らムカつく。でも別に人気じゃないの。俺お金だよ、大事なのは。でもお金くれる人が今一人もいないじゃん。ねえ、やっぱり、その、感謝をするほどに値してないっていうか、まあみんなが単純に失礼か。俺が俺のこと好きすぎる。俺の視聴者の中で俺が一番好き。俺がもし、羽島清志郎っていうものをいて、応援してたら、まあ俺は俺のこと大好きなんで、まあ、うわ、羽島清志郎っていう面白い YouTuber いるって言ったら、絶対100円か500円くらいはね、支援するけど、薄情者しかいないっていう。で、薄情者なんですよね。では、久しぶりにファンボックスを見たいと思います。まあでも、ファンボックスがさ、アカウントいるのよ、これ。ピクシブアカウントいるから、カスなのよ。ロマンティックあげるよ。あ、めんどくせえよ。パソコンだと入れねえ。スマホで入ろう。いや、そうだ。あれでメガネの度変えたわ。それだけ。もうないよ。それだけ。誰もお金くれない。やっぱお金の価値って大きいんだよな。
もっとちょちょいってね、稼げるかと思ったんだけど、稼げないね。一人くらい食らうと思ったけど、やっぱ誰一人やっぱ響いてないっていうかさ、生放送やんなきゃいけない。俺生放送楽しくないの。うん。だってみんなコメントしないじゃん。ずるくない？みんな楽しむだけ楽しんで。いや別に俺がね、コメントいっぱいするようになってきたらコメントそんなにしないのあるよ。コメント流れが止まったらコメントしてる。でもさ、お前だけ楽しむのずるいだろって話になるの。俺はもう嫉妬っていうかさ、一緒に楽しんでいこうよって話なの。うん。だから俺はみんな全然コメントしてくれないじゃん。俺がさ、あの右往左往するのをさ、見て楽しんでると。もうほんとクソだよな。貴族みたいなことやりやがって。貧乏のくせに。な、金持ってから貴族みたいなことしろよ。な。いやもうマジで金、もうだから始めたいからこうなっちゃったけど、あ、でも本当にみんなくれないんだなって思っちゃって。ちょっとくらい100円くらい集まるだろうと思ったら、マジでみんなくれないんだよ。うん。やっぱりみんなも同じで金欲しいからお前だけ幸せになるなんてゴミクズみたいなね、インターネットの考え方なんでしょうね。俺は手前の容体に100円をあげてますし、水溜りボンドに500円をあげてます。まあそれは俺が親のお金でもさあるけどさ、でもガキは親のお金じゃん。いや分かんないんだろうな、まあ、文化がない。俺はもうさ、あの、あ、面白い人にはお金をあげようっていうね、うん、でも全員にはやってないけど、別に、あ、この人をあげれるし、この人の励みになるんだ、お金あげるかってなる人はできてるけどさね、みんなやっぱ底辺 YouTuber ごとに金払いたくないんだよね。うん、嫌だよね。やっぱりでもまあクラウドファンディングみたいなもんか。もっと宣伝していかなきゃいけないんだろうけどな、無理だもんな。やっぱ金っていうのは異性にしか集まんないんだよ。うん、もうエロ、エロですよ。男のエロ、男が見るエロじゃなくて男エロ、女エロで、女を釣るか男を釣るか、そういう話でございますよ。いいでで、結局エロなんだよな。でも俺手前のようだよ。普通にあのサムライナーは面白かったっていうかね、バトル漫画もう問答無用で好きになっちゃうんで、そう、面白、でも面白かったよな手前のようだ。普通に面白かったな。まあでもね、まあ、単純にあのマガジンの無能な編集者のせいで、打ち切りされてしまいました。なんかね、やっぱ安牌なね、今の流行に乗った流れには勝てなかったと。やっぱそのバトルものはちょっとね、今流行じゃないんでしょうね。なんかカスみたいなつまんないやつばっか連載されてますけど、ね、だって単純に俺の好みじゃないっていうのもあるけど、異世界系って絶対面白くないもんな。でもあれ異世界系ってあれなんだって、ね、30代のジジイが買ってんだって基本的に。だからもう何も取り柄がなくて生きてきて、あ、俺もこんな風になれたらなみたいな願望、うん、らしいよ。確かにガキはお金払わないからな。全然は YouTube で見てます。YouTube の、でも YouTube も最近告発されたからね、ワンピースと進撃の巨人は。うん。おー、来るぞ、もう YouTube じゃもう YouTube じゃトリコ見れないですよ、俺トリコ見れない。捕まえないで、俺だけ捕まったらマジでムカつくからな。うん。俺はもう、俺だけ捕まえたら全員捕まえろよ。俺をもしね、あの YouTube で俺はトリコ全巻見てしまいましたが、もう俺を捕まえるんだったら見て、本当に全員調べ歩いて、全員捕まえてくださいね。うん。許さんよ、俺だけ捕まったら。腹立つわ。一番腹立つことになるかもね。うん。でも俺を捕まえないんだったらもう誰も捕まえなくていい。別に。あの、トリコ見てるだけだ。でも見てるだけの人何も悪くないからな。自動ポルノだってさ。あれ持ってるだけで捕まんのマジでわかんねえな。だって警察が物だからさ、あれじゃないの。出版してる人をさ、たどり着けないだけじゃないの。持ってるやつ捕まえるのっておかしいよな。で、事故とかでなんかさ、加藤純一さんだって珍狼とかやってるから、そうやってんのかな、滑稽っていうかさ、嫌な滑稽っていうの笑えないっていうかな、もう、なんつうんだろうな、嫌だなって思うよね。このストローいつからだろう。いつ、だいぶ前からだな。やっ
っぱ人気になるためには人気になるための努力っていうのが必要なんだよね。何もしないで人気になってない人ってなんだかんだいないんじゃない？加藤純一さんだってなんだかんだ言って、まあ、ゲームやってるってのは強いよね。ゲームって言っちゃえば宣伝じゃん。だゲーム実況やるのがいいんだけど、俺さ、ゲーム実況の機材整えてないんだよな。あと俺ゲーム今そんな好きじゃない。はあ、ゲームやるだけじゃ人気出ないからな、今。やっぱゲーム実況者はさ、結局その底辺なやつはなんだかんだ言ってゲームやってもさ、そんな再生回数伸びないからね。へでた。あんなれがんで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 がんなんもしたくないな。ションベンも行きたくない。鬱です。でも俺前はねすごいなんかね、絶対俺仕事できないししたくないので、よかった。俺は仕事できないよ病みたいのでちょっと金もらうわ、なんか障害者手帳みたいので。でもそれの市役所に行くまでで俺辛いから無理だけどね、うん、市役所っていうのか区役所っていうのか役所役満どころ役どころ役満どころにね行くのは難しいから。あ、腰痛い。頑張って筋トレしてるけど腰は痛いよ。もう俺筋トレもしたくないんだよ。だって筋トレ楽しくないじゃん、うん、楽しくなくてもやるんだよ。黙れ。誰だそういうやつ。筋肉好きなやつはいいよね、本当に好きだからそれは続けるよ。辛くてもその先が、俺は別に死っていう漠然なビジョンなわけ。でも必ず来るし、俺が太ってるままだっていつか絶対に死ぬから運動はしてるんだけどさ、まあ続けるよ。まあタンパク質をしっかりとるけど、ほんとプロテインあんなまずいもん食わすなよマジで。なあ、ほんとやっぱ筋トレやってるやつ全身下がバカだからさ、うめえもん作れなくなってるわ。プロテインあんなまずいもん売るな、ほんと。何がご褒美感覚だよ、なめんなご褒美。プロテイン、筋肉バカはもうね、ほんと下もバカ、全部バカになる。そのバカたちがそのやっぱプロテイン作ってるせいでやっぱまずいものが出来上がります。プロテインってまずいんだな。よく飲めるなあいつら、すごいわ。いやでも俺別にまずいじゃないのよ、あれめんどくさいんで、とにかくやんのが。でもさ、めんどくさくないプロテインはさ、なんかタンパク質15しか取れなくてさ、びっくりした。全然取れないんだもん。舐めるな、本当に。プロテイン高いしな、あれ。でも高いのじゃないと飲めないんだよ。コスパ重視にすると味が本当にまずくて困っちゃう。泣いちゃうもん俺、うん、本当にまずいんだよプロテインって。知ってました。俺はもうまずい。あんなさ、やっぱ俺食事は本当に納得がいるのよ。あ、これは美味しい、安心して食えるものしか食べたくないから、うん、うまいなって思うものしか食ってないと言いつつ、そんなに美味しくないものも食ってるけど、でもさっき食った冷凍チャーハンはうまいわ。普通に美味しかったな。自分でフライパンでやったけどさ、もうチャーハンをフライパンでしか作れないから、最近俺もチャーハンばっか作ってんのよ。最近極みのチャーハンが作れるようになったんだよ俺も、とうとう。神の領域っていうのは嘘。店よりはちょっと美味しくないんだけど、家で作ってる、なんか家で作ってる感じの味じゃなくなったの。なんか家のなんか味っていうのがあるの、家チャーハンの味みたいな独特の味があって、それは一回抜けれた。マジグッティンググッター。ということでね、あの本当はすごいなんか脇にできものできてすごい痛いんですけど、それでお風呂に入ろうと思ったそのお父さんがお風呂入るためにお風呂が入ってなくて、俺はもうカスみたいな生活をしてますよ。もうムカつくから風呂入れてやろう、うん、もうムカつくからよ俺風呂洗わないでって思ったけど、やめるわ。何しようかな。しょんべん行って寝ます。コミさんはコミショー見ながら寝ます。
コミさんはコミショなんと1から3巻の期間限定が終わって、俺はこれから4巻と15巻の狭間をねぐる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 します。俺はなぜかコミさんはコミショをねもう3回も読んでる。うん、ワンピースだって俺まだ 1.5 回くらいしか読んでないのに。でワンピースもなんか辛いシーンはあるけどさ、辛いシーン飛ばすんだけど、その途中でめっちゃおもろいシーンがある。ロビンが初めて技使いましたとかさ、ルビーのかっこいいシーンがありますみたいなのがね、だもったいねえ俺って思いながら。でもっとゆっくり見てもいいのよね。俺もうさ駆け抜けたいのよ、ロックンローラーだからまあいいや、俺はロックンローラーなんですけどね、世界最弱ロックンローラーね、もう世界最弱だと逆にかっこいいから、まあ下から数えた方が早いくらい。うん、ワースト100には入ってないかもしれない。いやでもまあ世界最弱のロックンローラーです。まあ、ロックンローラーなんでやっぱ駆け抜けていきたいんですよ、漫画読んでても。でもね2回目駆け抜けれないのよ。うん、知ってるから。知ってるものって面白くないし、俺同じものが嫌いっていう性格なんですよ。だから同じ説教ほどムカつくものはないし、同じ〇〇が嫌いだし、やっぱネットのやつらがやるのって基本的に同じものじゃん、同じあれだ。陰夢語録が嫌いなのって使い回すなよって。お前らが陰夢語録をさ更新してきゃいいんだよな。だから俺嘘陰夢語録っていうのは陰夢語録を解体する、解体っていうよりは開拓していくものとしてすごいんですよ。嘘陰夢語録の魅力について語ろうかな。